待ってます。全然開かないです。待ってます。あと人になるんで。寒い。この人こんな短いのに来ました。あ、びっくりした。何すんねん。寒いよ。父じゃないです。で、なんかここが夜でも開いてるみたいな。寒い。新大久保がわざわざ来たんですけど、何食べる？キーチボーデ。油しか勝たん。太るで。揚げ物しか勝たん。太るで。いやでもチーズボール丸いからゼロカロリー。本当はね、お客さんは食べたいな。なんかね、私も来ました。チーズボールがいい。どれがいいんだろう。チーズボールがいい。ワンドリンクなのかな。すごくないこれ。これが走ったって楽しみ。つけ狭いやん。だからサムギョプサルは焼いていくんだって。それってちょっと味気ないね。そう。そう思わない。韓国の方だらけだね。あ、それだ。確かに。まだまだ夜ではこれからですね。寝ます。早く食べたい。やったー。食べて。めちゃめちゃすっぴん。いただきます。おいしい。おいしい。断面図。おい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 、お前すごいやん。人が届いた瞬間食うやん。これあげる。ブツブツ効果届きました。食べて。熱そう。どう、おいしい。やめて。絶対暑いと思うんだけど。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。ね、リップの色ないよ。やりたい動画が。何をシャットしてたのかな、ね、お母ちゃん。お母ちゃんは。出張いたまえさん。出張いたまえさん、シャッター持ってたやな。ドミノが、もう、いっぱいみやゆくんがいないのに、部屋中にドミノ立てといて、あの、最終的に、こう、聞いて、ね、うん、聞いてるよ。あの、フライパンとか鍋に水いっぱい置いてるとこに、こいつ携帯をこう立てとく。頭いかれてるな。ほんで、みやゆくんが入って、みやゆくんが靴で蹴ったドミノからスタートして、うん、靴なんかっていう。タタタタタタタ手でやらさせてくれ、うん、携帯が水に落ちるっていうドッキリ。100万再生やろ。100万再生決定。これで有名になんねんよ。ドミノ系 YouTuber。 ドミノのある生活で毎日違うもの犠牲にしていこう。次マークブック犠牲にしよう。最初はスマホなんやな。そうやね。でも止めれたら大丈夫。己で止めることができる。 YouTube を1年やりすぎて壊れてしまった。私のあり方がこちらです。今回やりたいの出張板前さんやってた件。出張板前さんなのお金なんだよ。お金が家に帰ってきた自分の部屋に寿司屋さんできてたのけ。サムネは板前さん、ごめん。板前さんとこい。あ、もかもんの。もかもら。みやゆくんのこの手と、板前さん。ドア開けたら板前さんだったんだ。誰が見んねん。板前チャンネルやそれ。100万再生切ってよ。
るか。うちの相方おかしくなっちゃいました。面白い。誰か助けてください。面白いね。本当におかしくなっちゃいました。やりたい動画あるって聞かれたから。でも君がやりたいのはそういうなんかもうしょうもないやつなのね。しょうもなくないね。多分見たい人もいる。子供みたいなやつやな。面白かった。よかったね。これおもろいわ。100万再生決定やろ、うん、なるか。2日で100万いく。急上昇のあるな。ダイアリー、イエーイ。ダイアリーの時間でーす。イエーイ。ちょっと今ここ開けて入れてんの。ちょっと皆さん聞いてください。本当にちょっと僕切れてます。限界なんです。私も限界だよ。いい加減にしてください。本当に何に切れてんの。もう本当に怒りが止まらないです。どうなってんねん。最近片付けたばっかの家汚くなっとるかな。私じゃない。おい、どういうことや。僕ね、突然思い立ったら掃除するタイプなんですけど、ブワーって掃除するじゃないですか、うん、3日経つともうね、汚くなるんですよ。でも全部自分のせいじゃない。いや、そうなんですよ。ちょっとでも汚いのがあると、あ、俺も汚くしちゃおうと思って汚くしていっちゃう。いや、嘘つけ。っていうんで、僕だったとして。だってさ、服とかさ、毎日毎日さ、ここら辺脱ぎ捨てるしさ。あ、僕です。使ったタオルとかもさ、そこら辺にさ、ペッてやるじゃん。それをさ、もうかさ、朝さ、いつもかき集めて洗濯機にさ、回してる。ありがとう。ほら、見てみろ、あそこ、あのカメラの横。これや。そう、そういう風になんかタオルいつも落ちてんだけど、そういう、いつもね、若さん感謝してるんですよ。ここに置かないよ。洗濯なら洗濯機に入れるよ。そういうとこですよ、もう。でも男の人ってみんなそうなのかな。服脱ぎ捨てそう、男の人って。勝手なイメージ。違うね。男の人にはこれはちょっとしか着てないから、また次着る用の服みたいな服があるの。じゃあ自分の部屋でやりたい。洗濯も、あなたにはもしかしたら洗濯物か洗濯しない、洗濯し終わったものの2つしかないかもしれないけど、僕の世の中にはそのもう一瞬の目が存在する。え、でもモカもあるよ。そのさ、1時間ぐらいしか着てないから、別に洗わなくていいやって思った服はモカちゃんとハンガーにかけるもん。もう一回無理です。洗濯終わったものと一緒にしたくないじゃん、その服は。だからこうちょっとバラバラになってしまうってことが、まあ、あるわけですよ。嫌になるけど、でもなんかめっちゃ汚い排水口とかは全部宮城くんやってくれるから、まあいいや。お前で感謝せえよ。急に上からやめて。急にここぞとばかりに上からやめて。でね、やっぱね、一番懸念点なのが、やっぱり僕らやっぱ家で動画撮るんで、そうした時にやっぱこう届いたものとかを段ボールをバンと置いとくと、だいたい名札が書いてあるじゃないですか。それがチラッてやっぱ動画で映っちゃったりすることあるんですね。そういうの防ぐためにも掃除には気を使わないといけないはずなんですよ、僕たち。なのにこの現状だと。見てください、僕の部屋こんなんですよ。はい、なんかラグがおかしいの。ラグがおかしくない。ほら、ハサミで切ったよ、このラグ。ねえ、もう新しいラグ買いたい。というわけでですね、愛生ハウス2022年の家の掃除会をね、始めたいと思います。始めません。ね、もかさ、一個だけお願いなんだけどさ、マスクはゴミ箱入れてよ。俺も一個だけお願いあるんやけどさ、食いかけてさ、食い終わらない。これ後で食べたいの。いや、後で食べたい。後で食べるんですよ、これ。食べませんからね、これ。食べんの。食べない確率 50% ありますから。チョコチョコ食べんの。ハリボン捨てていいか、これ。いやー、なんかまだ入ってるよ、ハリボン。捨てるぞ、これ。ほら、これね、お風呂のね、排水口ネットがなんでこんなキッチンにあるんですかって話なんですよ。うん、じゃあ、いや、もかじゃない。とりあえず一旦ここをね、綺麗にしたいと思います。はい、というわけでですね、めちゃくちゃ綺麗になりました。こんな感じでですね、まあ、引き続きちょっと他の部分も今日中に掃除していきたいと思います。